森にしてもらいました。で、カラコンも今日はベージュで、メイクはキラキラピンク。もう直接見てほしいんですよ、これは。もうめっちゃキラキラで、こういう系。いつもはこういう系やけど、今日はこういう系にしてもらいました。そうなんですよ。ちょっと今めっちゃお腹空いてて、結構私、こういう系もいいですか？皆さん、どう思いますか？今までは、ブラウンのカラコンに、なんか、巻き下ろし、ハーフチューインとか、いただきます。とか、結構、待って待って。そういう系やったんですけど、今日は、もう、カラコンも、ベージュ、髪のもかっこいいみたいな系にしてもらって、系にしていただいたんですけど、どう思いますか？その、韓国系か、まあ、アイドル、まあ、どっちもするけど、どう？これめっちゃお気に入り。なんか、昔まで、色素薄い系のカラコン似合わんな、みたいな。なんか、自分はナチュラルのブラウンのカラコンが一番いいなって思ってたんですけど、なんか、メイクさんにメイクしてもらったから、めっちゃいい感じ。なんか、やっと、なんていうの、髪型で遊んだ感ありません、私。今までさ、なんか、思いつかんくて、自分で髪型を、だからもうツインとか、ハーフツイン、ポニーテールみたいな、もうなんか単純系しかしてこなかったんだけど、こういう、今日はもうこういう、いかつい、もうザ、遊ぶよみたいな。髪型で遊んじゃうよみたいな髪型をしていただいて、ちょっと気分が舞い上がっております。後ろは、なんか、お団子やと思うんですけど、こんな感じ。見えてる？こんな感じ。見えてる？ここも正味後ろ分かってない。普通になんかくるくるって感じだと思う。三つ編みして。かっこいいよね、今日。お気に入り、この。なんか、M 公園やから遊べる感ある。なんか、世代交代はセーラー服やからさ、セーラー服にこれはちょっと、え？みたいな。解釈不一致。多分制服レジスタンスの衣装には合うやろうけど、だから M 公園でちょっととことん遊んでいきたいと思います。今日来てくれる皆さんいますか？天ぷらみたいなね。これ可愛くない？ ん？夜。
夜公演ですかね。うん、そうね。唐揚げと卵焼きとお稲荷さん食べてます。最近は世代交代前夜公演全然出てなくて、でも第3章っていうんですか、に昨日は第3章みたいな感じだったじゃないですか。世代交代あっという間や、なんか今思えば。あの時はだってまだ私、高2やったし、やばない。高2やってんで、初日の時。やば。初日の時高2ってやばい。ほんまやばい。これが愛なのかに似合う系の髪型だね。ここかっこいい。エビフライの尻尾。てかさ、昨日浴衣注文してさ、届くかな。握手会までにはまあまあ。握手会までには間に合うと思うんやけど。あ、うん。ちょっと今週は私結構頑張るウィークで、なんかいろいろお仕事があるので頑張ります。そう、明日は YNN さんで、なんやろな、あれ、古民家の浴衣美人たちって何するんやろ、知らなくて私何も。浴衣めっちゃ好きなんですよね私。そう、なんか浴衣家に3個あって、でも1個は小学生の頃に着てたやつだけど多分着れへんで、2個ほんまもう1個あると思ってたんやけど捨ててて、めっちゃ楽しみです。今年花火大会行けるかな。てか実は一回行ったんですよね。あの、まこさんと行ったんです、夏祭りに。だし巻き卵。うま。で、それが今年初の花火で、めっちゃ雨降られてさ、もう悲しかったけどめっちゃ楽しかったです。そう、あのなんかまこさんと普通に遊んでて、んでなんか花、なんか浴衣着てる方を見かけて、二人くらい、あれみたいな、今日どっかであるんですかねって言って、で調べたら割と近くであったから行きました。
楽しかった。あれ、6月くらいだったんかな。だから花火大会にしては早いよな、多分。そうなんです。だから7月も8月も行きたいんですけど、あんま知らんから、花火大会。なんか大阪では何が有名なんですか？淀川？淀川は多分行かないです。帰れなくなっちゃいそうで。私、ちょっともう最近ずっとイヤホンつけちゃうんですよね。なんか、ショールームっていらんのにイヤホン。なんでかつけちゃってる。なんかもうずっと音楽聴いてるんです、私最近。もうアイドルさんの曲を。そうなんです。最近めちゃめちゃハマってるアイドルさんがいて。うーん、あんまま なんなん PL の花火大会。誰にハマってるの？桜坂46さんにハマっていて。もうめっちゃ曲聴いてます。なんか、どんな時も。歌詞がね、支えてもらってます。ほんまに。推しメンがいるんですけど。トークっていう模場面みたいなのも撮ってて、なんか来るたびに「は嬉しい」ってなるから、なんかこういうファンの人にそうやって思ってもらえるように頑張ろうって思って、なんか久しぶりにアイドルにハマったんですけど、また昔結構好きで K-POP のとかので、最近ハマって、なんか、あ、推しがいるって 素敵だって思って。だから、小売りはその推し面を見て元気になってるから、もう皆さんにも頑張ろうって思ってもらえるように私も頑張ります。やっぱり、劇場公演で、なんか、週1くらいで会えるみたいなのは、なんかすごいことやと思う、私にとって。頑張ります、私も。インスタグラムしたいんですけどね。インスタグラムしたらフォローしてくれますか？インスタマジでやってほしい？嬉しい。やりたい。てか、コンサート楽しみですね。おう。今月は、もう7月は大好き。そりゃ暑いのは嫌やけど、この夏の夜の空気が大好きすぎて、夏の夜にイヤホン聞きながら歩くの大好き。黄昏。大好きすぎて。もう何度ラブソングの歌詞を読み返しただろうっていう、私の推しメンさんのセンター曲があるんですけど。ぜひ、聴いてください。なんか、ああって。その人の、なんか、こよりは結構歌詞、曲じゃなくて歌詞だけを見るタイプで、時間あるときにね、なんか、入り込んじゃいます。
その主人公の気持ちになりきっちゃう、たまに。夏曲は嬉しくて楽しみ。よし、じゃあ、結構食べ終わったんで、男女読みます。今日も頑張るぞ。13位、あついさん、ありがとうございます。12位、ゆうとさん、ありがとうございます。11位、きよふみさん、ありがとうございます。12位、のたけさん、ありがとうございます。9位、ヨッシーさん、ありがとうございます。8位、カナタ、ありがとうございます。7位、ケイタン、ありがとうございます。6位、坂組、ありがとうございます。5位、タクト、ありがとうございます。4位、マルくん、ありがとうございます。3位、ジョー、ありがとうございます。2位、チーネ、ありがとうございます。1位、吉村哲也さん、ありがとうございます。皆様、ありがとうございます。はい、ちょっと頑張ります。皆さん、10期生にあんま目移りしないように。まあいいですけどね。嬉しいです、なんか。まだ会ってないですね、私は。じゃあ、バイバイ。また会おうね。ありがとうございました。